ちょっと待って。なんかメール来てる。役所に体タゴ。ちょっと待ってね。誰かな。ありがとう。まいちゃん、これからタブレット、これはタブレットから。ありがとうね、あーちゃん。ドキドキ花火、ありがとう。ありがとうございます。いや、今日めっちゃ暑いわ。これ熱暴走しちゃうね。私決めたことがある。みんなにちょっと残念なお知らせかも。残念なお知らせかも。私目の手術終わって多少腫れが治ってきたら色気づく女性らしくなりたいね。女性らしく なりたい、うん、もっとうんそうだね。もう女性としての魅力が欲しい。ラグいよめちゃくちゃ。今からミシュラン行きます。今から。今から。やば今何大事な話って何みたいなコメントが今来てるからね。結構コメント見ながら喋ってるとかあるからこんなラグいのきついんだけど。まあそういうこと。私は女らしくなるからでメイクの頻度も増やすし、あとちょっとコスプレとかもちょっと増やしちゃおうかな。かそっちゃうかも。男性リスナーさんちょっと増やそうかな、うん、で私包協とか興味ないんだよね。なんかちょっと怖いじゃん。私ガサツだからさ「あドキドキありがとう」でこういうのも「ドキドキ」なんか私ちょっとさ適当だから破裂しちゃわないかなとかさ。なんか前のこと可愛いって言ってくれてるのってそれって女性としての可愛いじゃないじゃん。可愛いから大丈夫だよ。しかも 100% 絶対女から言われてる。ちょっと磨いてみる女性としての。ありがとう、ワインで KB。 あ、マジで帽子あるとなしじゃ絶対違かったわ。買ってよかった。帽子コスプレ楽しみ。ありがとうけっちゃん。私でも結構ねコスプレ似合うタイプなんだ。コスプレ似合うんだけど、例えば本格的なのじゃないよ、くるちゃんみたいな、なんかラブホとかに置いてありそうな、なんかそういうのが似合う。ナースとか、だからチャイナとかさ、ラブホテルに置いてありそうな警察官とかさ、そういうのが似合う。ガチのアニメコスとかはちょっとやばい。そうそうそう、可愛いってさ、若干ちょっと上から言ってそうな可愛いみたいな、わかる。母親が子供に言ってる可愛いとか。あれ電波悪い？大丈夫かな？違う、ちょっとコメントねラグいからしょうがない。どれがいいか？靴は夕方にちょっと来てって、で食べ終わったらミョンドンに行こう。食べ終わったらミョンドン行こう。今日はまあいいや。今日はミシュランのユッケを食べたいと思います。いや楽しみだな、ミシュラン楽しみ。でそうそう、ちょっとねこのラグはマジで治んないっぽい。別端末で見たのコメント、別端末もラグくってさ、しょうがないみたいだから、まあ気にしないで。ラグがそう。まあでもな、女性らしくって言ってもさ、鼻がでかいんだよな、所詮。可愛い子ぶっても鼻がな。ありがとうレインボーローズ。あっちゃんもありがとう。皆さんよかったらこのデイイベ応援してください。デイイベもさすがにちょっとイベントは出ないけど、ちょっとデイイベどっかで頑張んないといけないかも。あ、着きましたカンジャンシジャン。ここがカンジャンシジャンです。カンジャンシジャン、はい、カンジャンシジャンです。まあ、ここはよく行くんで。このカンジャンシジャンの横の道路沿いに、まあ韓国で一番、やっぱ調べたんだよ。なんかここすごい。人気だ、なんだこれ。ありがとうございます。かわいい。ありがとう。えいちゃん、ありがとう。高額アイテム。ありがとう。ボーナスってタイムだ。8個目、ナイス。ありがとうございます。みんなボーナスタイムだよ。今激アツタイム。激野獣タイム。顔普通かわいいね、このエフェクト。エフェクトかわいいこれ。あ、レインボーローズありがとう。ラちゃんありがとう。ありがとうございます。ありがとう。あ、なんだこれ、レインボーわたあめ10個ありがとう。ありがとうございます。かわちいね。今から、向かってるんですけど、その調べたら韓国で一番そこが美味しいらしいよ、ユッケが。そこでユッケ丼食べようかな。ユッケ丼プツ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 、人口密度、そう、プチョンユッケっていうお店で、そこが、あ、着いた。プチョンユッケ着きました。はい、ここです、プチョンユッケ。これはミシュラン、ミシュランに認められたユッケ屋さん。あ、今日そんな並んでないね、ちなみに。あ、待って LINE 来た。あー、レインボースターありがとう。あーちゃんもありがとう。ありがとうございます、うん、イエーイ。ちょっと待って、あ、ありがとう。今日もかわいい。ありがとう、まちゃんもありがとう。どうしようかな。今からご飯食べるよ。あ、並ばないとやべえ。ちょっと待って、どうしよう。草薙から今来た。草薙と一緒にここ。草薙午後6時まで約束があるの。どうしよう。どうしよう。やっぱ汗だくだく。やばい、これ熱暴走するかもマジで。これいや、とりあえずお腹減ったから食べよう。ここ何干し、何干しなんだろうね、プチョンユッケ。いや、最悪テイクアウトできる。最悪テイクアウトできるから外で食べる。最悪無理だったらいや、今の臭いつよぽんだよ、つよぽん。今のさっきの LINE、今日今日だったら遊べるよって言ったの。そしたらワンチャン草薙と会うかな。ABC のイケメンと連絡先交換してない。でも20日に会える。20日になんか人と喋りたいなーって。やっぱ異国に私もう10日間いるじゃん、もうかれこれ。人と喋りたい。あ、なつなちゃん元気かな。なつちゃんスタッフにありますよ。なつなちゃん今日放狂したらしいよ。なつちゃん本日そこどこなんて読むのそれ。いや電波無理だと思うよ。でもどこにあんのそれ。遠い田舎じゃん。田舎その花火大会って受け楽しみ。今日はユッケ丼食べたいと思います。ユッケ丼これユッケ丼の大盛り食べよう。あ、結構この回転率いいね。もうだってこれだけ回転率いいね。早いねここ。改造に関しては12月がラスト。12月ラスト。キモすぎるババン。お前ブロックしてやるよ。私悪意あるなと思ったね。あ、150ナイスありがとう。ありがとうございます。なつちゃんは今日ね放狂してるから、まあ安静にしてるんじゃない？明日連絡してみようかな。マジでコメントラグのやばい。今なつちゃんの公共の話になってる。やばいな。こんなラグかったっけ。なんかどんどんふわっちのサーバーが調子悪くなってるような気がするな。こんなラグかった。なつちゃんの公共ちょっと見てみたいな。ヨイドって田舎？おもろ。このさ、お外のバス乗りたい。これ乗りたい。どこ行くんだろう。外にさ、どこ行くんだろう。これミョンドン行くかな。じゃあ後で見てみようか。そしたらバスでさ乗ってみたい。あれ楽しそう。あ、もう次だ。次早い。回転率が楽しみ。さ、みんな見向きもしないじゃん。これが韓国スタイルだから。やだな、このラグの。ほんとやだな。ほんとやだな。いや、マジでラグあるわ。だって昨日とかそんなラグなかったのよ。迷子になった時もみんなに道教えてもらってたじゃん。これ一回取り直したら直すとかあるの？一回充電切って。